全然ない。シュさんは、いや、一応選手登録はそうですけど、なんか運営とかそういう関係で盛り上がる。キャプテンは一応ノンプラン。シュさんは今日はなんか東京ディズニーランドに。マジ？今日も1点先制して、その後5本守ってあかんと思う。俺やっぱりな、前に行かなあかんの。守りきれへんもん、最後までボール回す前で、結局この辺でなんかボール回して前に入るやつじゃないですか。そうそう、だから俺やっぱりもっとみんな走らなあかんとね。で、ふんさんみたいに裏のボール蹴って走らなあかんけど、何もんな蹴って走らなあかんね。そのみんなで走らなあかんね。これで取れへんかってもいいから寄せるとかね、うん、そんなんそんなん、あの相手自由にやらしたらこっちの方が体力も技術もないんやから最後自力になって最後苦しいことになって、だって 1点目取られたらコーナーキック、そうそうそう、2本目はミスを取られて、もうそんなんなったら4人取るから、前から前からゴリゴリいかな、うん、そうそう、だからもう綺麗なサッカーできへんから、もうドロックスアイもなんかスクラムトライみたいな、あの今日若い子は来てなかったいや今日若い子も3人いたんですよ、もうな、あ前のやつはもうおらへん、あ、あの、こうじゃねえ、柴田、柴田、そうなんだ、でもそれ以外の若い子全部3人って言ってましたけど、もう目立てへんやろ、若い子おるか、おるか、おるか、あらから見せたら痛いっすね。でも、あの、木下はやっぱり、あの、やっぱり言いたいこといっぱいあるんやと思うわ。あー、で、サッカーちゃうやつね、いいのが目立つよ。そう、そうやと思う。だから、木下好きなのにあったんやのに、自分で。できるから。ここフォローしよう。なんかもっと遠慮してる。これもっと言うてくれたね、木下。できんけど、いや、できんけど、ね、うん、言うてくれたら、頑張るから、わからへんやん、やけ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 、ファンキー、ファンキー、ファンキー、昔からあったチーム、一番前やぞ、ここの白いチームは昔からあったチーム、能力とかじゃん、こうやって、言うてちゃう、いや、若い子が多いなぁ、はい、あ、ごめん。ああ、惜しい惜しい。これがガッカケ。それが試合に出とって、チームもないなと思ったら、違う、嘘チームだ。どこのディフェンスを見かっこええやん、落ち武者もそうやん、ね、そう、今ちょっと発生する格好から入る、
お疲れ様でした。もう粗末様でした。恥ずかしい。数下がりすぎやで、ちょっと。コーヒーの店なかったらバレた。ちょっとね、あの分かってみたら今二人に確認しとくと年上だいぶね、年上だよ先輩やな、何年ぐらいか見てみる69年生まれちょっと下が一回り違うの。いやいや、まあ、サッカーちゃうから。今サッカーちゃう。そうですか。はい、流れ、こっち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 
ボール変えましょうか。離れろ、相手が離れろ、もらうとき相手に行ってもらったらスペースがなくなってます。サッカーで5点やったらもうボコボコやからな。僕が10点取られてますよ。それ相手がもう前半の15分ぐらいで5点ぐらい取られる。でも僕ら捨てずに一生懸命やっとるんですけど、一生懸命やっとるんですけど、何もね、それも先制してるんですよ。先制はよっとるからな。いや、チームとしてこんなサッカーが多分できてないから、だからもう最後めちゃくちゃなって、なんかもうグダグダになって蹴り合いになったりキープとかも全然できなかったから、でも持っていたらやっぱりみんな動かれへんよ。相手はあかん。ないみたいに俺が決めるわ、俺がどこで出るんだ、若いやつが。うちの若い子はもうみんな俺が取る。エースで4番ばっかりね、あれもめんどくさいけど。めんどくさいけど、やっぱオーラ変すぎるね。エースで4番ばっかりね、ダメだよ。これ吉田、吉田とか途中で移籍させたよ、また。おはようも来へんやろ。あれも来年から来るんじゃん。あ、ほんま、登録が来そうな人ですよ。あの人来たらまたサッカー変わる。変わるやろな。あったらな。もう一回。吉田さんが入ってね、1点取れたら、取れたら。いらっしゃい。覚えてた。そうなの、どれ取る、ほんまに。何やったらワンタッチ、ツータッチぐらいとか、ワンプレーで決まりましたね。オッケー、オッケーもなかった。どっちも3点取られるよ。言うて。吉田さんは言いますね、まだ。いるわ。水っちゃってあげます。幸せなこと言うな。水っちゃうまいです。水っちゃいるわ。あと誰がいらん？ピザからな。ピザからいらん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 やったら、まあ、落ち武者ではもうもらうけど、あ、背番号変えてもらわなあかんから。12番ぐらいにしてます。大杉さん行ってますよ。11.1 とか。そうなんですよ。なんかサッカーのシーンよく見るパスやな。ああ、いやいやいや。うちの社ではされることはすることはあんましないから。あいつ成長したはい。
どっちに行けようとしたのか分かるけど、シュートシュートとか何かあったんやあったあった、何やったっけ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 、シュートや、何やったっけ、何やったっけ、何やったっけ、ガーサジガよう練習したのに仲悪いね。練習をいいかって、それがうちのいいところ。仲悪いね、うち。仲悪いよ、仲。仲悪いよ、仲。まとまるときあろう、試合中たまるときはあまるときはあろう、いや、めっちゃで仲悪くない、こいつとこいつは合わへん、二人がいてるの全体的に合わへん、最近そういうのだよね、全員なんかもう俺が俺がっていう感じなんかこいつはもうこいつに絶対パス出せんの、そんなことはない、そんなことない、全部が悪いと言うけど、踏み上げ、サッカーを知らんそうだまああんな前でわがままなの、そうそう、若いからでそれをまとめる意味なんだ、沼がやってるけど、ね、沼がキャプテンやけど、平が実質主人公からな、はあ、沼は優しいから、あなんかどっかの組の話になってる。教えてやろう、そこはちょっと色を変えたからね、そりゃ そうそうでしょ、お前らはセカンド来てこい、俺ら2部でお前何年やってたもんだよ、言いたいけど、すれ違う可能性入れ替えせんなんか当たったりしたら俺らが脱がなくてお前らは落ちてくんねんけど、セカンド起動でもゴール前に白い買いましたね。
みたいなこう縦に走る人もおったら、そうだと思うけどな、いけるでしょ、いけるそれで、だからそれが1回うまいこと1点かって体入れられてしまう、それを手やりやってたら必ずチャンスがあるから、一緒にこぼれてたやつをまた繋がるってなって、やっぱり縦に走れるって強いと思うけどな。こっちのシャルートを走らない。ボール通したら思って。
スクラムトライ。やからやこっちの前まで逃げてまうけど。カバー、カバーじゃねえや。キープ、いや、PK でもいいんちゃいます？知れへんけど、来年やるかもしれない。レフリーやったら10パー食ってますけど。10パー言えろ。さっきもこっちもやったから、こっちもこっちも。やばいやばい。こういうのなんて言うんですか。
なんて言ったんや、なんて言ったんや、そうです、自分の試合の時に言わせて、そのまままた、もう一回攻めなさい、いいんじゃない、リングの回答は見たから、走りよ、走りよ、ちょっと待って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 、ちょっと待あ、お疲れ様でした。あれあかんやろ、物投げんな、寒い寒い、ほんま、ほんまなのでもう一球は行ってないから、はい、じゃあ、跳ね返してくれ、バックに、頑張りきれ、跳ね返していただきます。白応援、白応援、白がでも1点取ったらおもろなりますよね、ほんまに面白い、白応援する、試合的には面白いですね、でもあんま大声だと白応援できる立場で、いろんな人間関係が、そう、野球球応援したら僕は10番応援したから野球の野球に立ち確かに大事、行こう こういうのいいんじゃん、はい、向かい、向かい、
ラユラレガースがポイント OK ですか？ OK です。OK です。ではどうぞ。はい、切りました。一生懸命やってますよ。
上がれ帰り。これでもクォーターのクォーターってことになってる。あ、そんなことないか。はい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 どけ、どけ。残るんちゃう？残るよ、残るよ。でも後半もできないですよ。いや。いや。あとまだ20分半分今ちょうど半分これ寒いんだよ。はいはいはい。そういうことを言うか。もっと飲みたいやつみたいな。いやいや、肉食べたかった。はい、ストーリー。はい。帰す
足。ラストアウト、ラストアウト。大使かどっかでやりましたどんどん寒くなってきた、ね、うん、このチームでやりましたいや嫌なパターンやな思うかな体がやられてるし、遅れていったから。
っぱりあの主体的に走らなあかんのでしょうね。レフリーの許可なくボール返ってよかった。いいんか。許可もなく勝手にボール返んない。基本レフリーが許可するから。全部ダメでしょ。ボールダメ。配線につながるぞ。そうそう。
お疲れ様です。ありがとうございました。